さてちょっと台風が迫ってる中なんで風の音とか入るかもしれませんけど、まあ大丈夫でしょう。そんなにこっちの方が強くないからね。前回は金ヶ崎城を落としたところで終わりましたね。でこっからそうっすね、今水口城が攻め込まれてると。また鳥屋だな、めげないねこいつも。あ、4人いるじゃん。鳥屋、松井、小作り、北畠智久。全員俺が逃がしてやったやつばっかじゃねえか、この恩知らずども。松井を捕まえたっけか。大体捕まえたよなこいつらな、一回は。こいつらもう一回捕まえたら来るんじゃねえか、うちに。ぜひとも捕まえたいな、そうなるとな。一応ここには海宝ときよちゃんと小川がいると。3人だとちょっと厳しいか、4人いるんだったら。兵数的には全然問題ないんだけどな。どうしよっかな。どうせならもう水口にまた本気部隊を送って、我々金ヶ崎城に滞在してる本気部隊をまた水口に集結し、こいつらを全員ひっ捕らえた後、そのままの勢いでもう室町御所になだれ込むとかどう。罪状3人、義輝、源氏、橋尾。義輝は強いよな。67749039。くそ強い。では前田源氏、こいつも一回前捕らえたな。源氏は欲しいな。橋尾、まあ大したことない。剣豪将軍なんとかすればって感じか。まあ1万人兵士はいるけど実際に動かせるのは3000ぐらいところじゃあいけるでしょう。で織田に援軍頼みたいんだよね、そうなるとね。だからとりあえずどうしようかな。そうだな。じゃあ我々が移動してくるから水口は動けるから、援軍頼みに行くか。外交、お前、外交できんのか、お前、本当か？政治25だぞ。本当だろうな、お前。粗相とかしてきたら、お前、ただじゃおかんぞ。どうだ？私に任せてくだされ。必ずや援軍を送ってもらえるよう、信長様を説得してもらいましょう。本当か？お前、マジで、これしくじって、同盟破棄とかなったら、お前、首切るからな。最近でも、浅井家ブラックな意味を言われすぎて、ちょっと、詰め込みすぎたな、大川。すまんな、詰めすぎた。長政殿は大事な名義。あ、ちゃんと俺、殿付けで呼んでくれてんだ。気軽に弟扱いしてくれていいのに。よーし、よくやった、大川。たまに褒めていかないとな。褒めて伸ばしてあげないとな。で、金ヶ崎に誰かを送り、金ヶ崎の5人を水口に送らなきゃいけない。とりあえずこいつらみんな移動だな。派遣で。全員水口へ。このいつものメンバーね。よし。小川も外交できるようになったらなかなかいいじゃねえか。見直したブラック大名。いやちょっとマシタもそうだな。沢山が終わったんだよな。全部終わったね。マシタもなんかちょっと一言言いたそうな顔してるな。なんかちょっと眉間のシワ増えてないか、お前。最初に雇った時より疲れが出てきたんじゃないか。そうだな、大垣城の水をと入れ替えて大垣城完成させちまうか。町レベル2が2つか。で大垣城は完成。今浜も完成してんだよね。あれコメントによるとなんか市場は武将なしでもいいみたいですね。乗っ取られることは特にないと。本城だと浪人に乗っ取られる可能性があるみたいですね。最終的に小谷城を完成させたいというのがあるんだよな。ここも真下が必要ですね。真下必須か。水尾が農業を持ってるから水尾は小谷城に行ってもらって開墾してもらうかそしたらちょっとこいつは全員ワンオペでやってたんだな。今気づいたけど俺葵もワンオペだったのか。葵もなんか一言ありそうだな。葵を大垣に送りすまん妹よ。あでも忠誠度70あるじゃん。じゃあ大丈夫だな、言うこと聞いてくれるな妹。あれ、水尾がこのターン動けないのか。やばい。そうなると、小谷が空き城になっちゃうから、きよちゃん移動するか。きよちゃんを小谷に移動し、きよちゃんも、きよちゃんもなんか疲れてない眉間にシワ増えてない。物言いたげな、こいつはなんか仕事終わりに絶対飲みに行って俺の愚痴ばっかり言ってんだろうな。許さねえぞ。真下が僕なんかここ半年水田を耕してばっかりですよとか言いそうだなお前。真下大垣に行ってもらうか。そうだな、青い大垣に置くと意味あんのか。まあいいか。じゃあ移動で、まあ、大垣をサクッと終わらせちまえばいいって話だ。で観音寺は淳かあと2年俺なんかあと2年街づくりって言われたわ。淳さんそれはさすがに行った方がいいっすよ。でも最近の殿半兵衛の言うことしか聞かないんですよねKJ はね、朝廷にあと有効度が今130ぐらいだったかな確か。あと70上げればいいから、まあ、もう一回1万持ってってもらえばいいか。そしたら朝廷で献上か1万ね。これマックスが1万ってことだよな。1万3000ぐらい持っていったら多分ちょうど200マックスになると思うんですけど、まあ、1万でいこうかな。半兵衛殿が朝廷って言い出してからずっと朝廷に金送ってますもん殿。お、これありがたい。177か。そろそろいけんじゃないか。177だったらなんか簡易くれそうだよな。次のターンぐらいちょっと攻めてみるか簡易。あとちなみにこれコメントで訂正いただきましたけど、ずっと五世山五世山って言ってましたけど後世山城でした。すいませんでした訂正ありがとうございます。道作りもまだまだって感じかな。今浜金ヶ崎がいなくなっちゃうのか。誰もしくじったな。金ヶ崎が誰もいないのか。これまずいかも。水口で誰か一人いるな。海保をじゃあ海保を金ヶ崎へ。金ヶ崎この年になって金ヶ崎単身赴任ですかみたいな。金ヶ崎は危ねえもんな。もう全然栄えてないし本願寺がいつでも攻めてくるだろうし。あ、でも一条谷がなんかすごい栄えてきたな。いい感じじゃないか。一条谷守ってくれ吉影。なんとか独力でな。よし、じゃあこのターンはこいつら鳥青に集中して次のターンで5章落としに行く。でね、5章落とすとねなんか反感回数で怖いよな。浅い包囲網とか朝敵使命とかされそう。コメントでもあったけど5章早々に落としてみても怖いのかな。割と将軍家がね結構強かったりするしね。よし、ガチガチのメンバーでぶっ殺しに行くかこいつら。おっ、これ一つ鮮やかに恩を売っておくとするか。いや違う今回はいらない。今回は大元相互しようって後で吠え面書くのよ貢いで。あ、今回来なくていいのに信長。次の城攻めで欲しいのにな。これずっと有効なのかな援軍って。一回頼んだらもう一回頼み直さなきゃダメだとしたらちょっとめんどくせえな。こんな感じでいくか。あ、来た来た。刑事送ってくれたか。これどうしよっかな。あえて逆に道開けさせて門開けて中に入れさすかって一斉で仕留めるか。門開けさせようぜこいつらに。この辺の周りの連中がちょいちょい打ちつつちょっとずつ打ちつつちょっと様子に見ながらみたいな感じしようか。あれ友房に門につかせた一番ダメだろ。16しかないと速攻で混乱したわ。これ弓打っちゃうとまだ混乱してるからな。引いちゃうかな。引かせたくねえな。計略挑発っとこ挑発。よし時計来たね。もう殴ってきた。よし殴ってこい。刑事に取られたくないな。あ、なんかこれ援軍で敵捕まえても自分で投用できないらしいね。我々の手柄になるのかな刑事が捕まえたとしても。でこの辺から撃っとくか。門には取り付いてほしいんだよな。友房はやれちゃうか。やれちゃうなこれ。弓でやれちゃうぞ。友房やりの矢を追いかけよう。で我々打って出るか外に。よし捕まえた。速攻でも追いかけ回しに行くか。なんか鳥かこみてえなこいつらな。刑事いい感じだぞ。よし俺も南側から撃って出るか。一応まだ逃げないんだ。161。おっ果敢に攻めるね。この後引かれちまうな。いっそので松井殴る一撃捕まえる。長政打って出る小作り殴る。よしよしいいぞ。半兵衛もいけるか。よしよしよし、いったれいったれ、捕まえろ捕まえろ。よし、取り合うまではちょっと難しいかな。なんとか追いつけ。全員でダッシュだダッシュ。こっちから行った方がいいか。逃げるなよお前。逃げそうだな。でも追いつけるか、ギリ追いつけるか。磯野、あ、長政も殴れる。長政で殴って、よし来た。磯野で捕まえられるか。磯野頼む。うわ、あの世でこの足の名を言い広めてもらうぜ。磯野を捕まえろ。よし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 。全員捕まえた。これでかいでしょ。一人ぐらい仲間になるだろう。来た来た、二度目だな、鳥屋を。来るよな、二回目だからな。いや、鳥屋を捕まえてないっけ。これなんか列伝読んだ気がしないな。北畠家臣、春友智則友房の三代に使い、港湾都市伊勢大港を支配する大官的な役目を果たした。自由権美の名称であったという。欲しいね。政治71、戦闘58、再配53、死亡61。欲しいかあ。ダメか。何大阪鬼さえね、久本家に仕えとないわ。なんか一回滅ぼして別の家に仕えたらかなり来やすくなるらしいね、コメントによるとね。まあ、前回も三好家だったからかな、多分。諦めるか、解放か。甘いぞ長政、その甘さがいつか命取りになろうぞ。鳥屋は総大将だったしな。小作りお前は2度目だ、来てくれ。あー来ねえな SSR 人名。小作りも来んか。浅井戸の武士の心お分かりのようじゃ。感謝いたす、ごめん。言いたいように言いやがって。松井は捕まえたっけ。足利家臣、茶の湯に通じた。義輝の大志望は星川隆に仕え、丹後平定などで活躍した。関ヶ原合戦の東軍に属し、軍土付き2万6,000の考慮です。これ捕まえてないっけな、列で読んだ気がしないな。あ、来たえ、来た。天下に名高き浅井家の家臣に加えていただける名誉なことです。こいつ砂人だからさ、また SS 砂人目とか言ってくるのかと思ったらよかった。16歳でいいよいいよ。と思うさ、この首を持って松代までの武功とせよ。さあはよ。32132617、お前は2度目だな。来てくれ。お断り出す、この窓にも意地というものがある。お前2回目で来ないか。まあ解放で。まあ、毎回今所申してない。あれ、松井捕まえたのでかくないか。松井康之、これはだいぶ頭数が増えた。1人増えるのはでかい。見とくか、松井の中制度だ。中制度、これ小川か。59、いいじゃん。51、54、46、57。農業、外交、砂人持ち。いいね、いいね。どうだろうな、小田家に、もう一回援軍って、要請しといた方がいいのかな。一応、あっくそ、こいつ絶対。こいつ絶対来てるな、金ヶ崎に。解放一人を狙ってきてるな。ちょっと待って、これも引き連れてきてる。あ、来てるね。ちょっとマカラとか捕まえてえな。前回も捕まえたけど、何回か捕まえてるうちにやっぱ俺へのなんか義理みたいなの生まれてくんだろうな。隠しステータスみたいな。使えそうなのは解放とキヨちゃん。あとは青い未曾も行ってもらうか。未曾の能力284837、まあ青いよりマシか。3548。頭数は揃えれるけどな。それじゃ厳しいよな。うちから誰か派遣するか。ちなみにここには淳1人。あれお前作業時間増えてね、減ってるか。2年が23ヶ月減ってるな。先は長いな淳、頑張れよ。ここからも派遣すればいいわけだ。バランスよく、攻め込むメンバーはガチメンバーでいきたいんだよね。これ絶対硬いもんね、室町御所ね。松井、小川、一人主兵を残したいか。松井派遣するか。松井割と強いもんね。51、54、CD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 、いいね。51、54、46、57か。じゃあ小川を水口の守りとして残し、松井をとりあえず派遣しよう。まあ、白、あ、松井動けないのか。あ、小川も動けないのか。あー、これどうだろう。次のターンでもう、戦闘入るかな、このまま。このままいったらな。入るよな。白に取り付くまでは大丈夫かな。でもなんか、どうなんだろう。その辺のシステムがまだよく分かってね。急に攻め込んでくる場合もあるよね、多分ね。この2人と、まあ、とりあえずさ、キヨちゃんが移動は確定でしょ。キヨちゃん確定、悩ましいね、これね。キヨちゃん移動。で、そうだな。小谷の守兵を残したいから、葵を小谷に残し、溝を金が先に入れるか。よし。で、またわしは開墾ですか。そうだ、マスター。お前は開墾だ。ここは、あ、田んぼ終わってんのか。町づくりや、今度は。町レベルに。町、これ、あと5ヶ月の辛抱や、マスター。今月は気分が爽快だ。みんなが作業を円滑に進めてくれて、これほど嬉しいことはない。よかったな、開墾から街づくりに移動して気分転換になったようだな。安心したわ。あと5ヶ月後にはお前も栄転だな。また次の街に行けるからな。あとは、今何人いるっけ ?3 人か。解放、赤尾、溝。いや、足りないね、絶対。絶対に足りない。くそー。困ったちゃんですな、これは。小川が移動できないのにね。こうなったら松井を攻め手に使い、誰か一人を北に派遣するか。しょうがねえ。じゃあなんとなく一番勲功溜まってる磯野にしとくか。待って、磯野が勲功348で武将でしょ。次直常はそろそろ武将に上がりそうだな。300。じゃあ磯野は武将に上がってるから、兵数多いのを上げるのもな。半兵衛をもうちょっとで侍大将になるか。じゃあ秀光侍大将。秀光を送るか、金ヶ崎。金ヶ崎でも勲功は立てれるしな。という言い聞かせだ。いざとなったら呼び寄せりゃいいしな。ちょっと一旦このターンは室町御所諦めよう。分かった。このターンは諦める。秀光、金ヶ崎。で、ちょっと外交不安だわ、援軍。もう一回言ってくんね。半兵衛でいいか。織田家。選べる。行ってみよう。私に任せてください。まあ、いけるだろうな。あいつでもできたぐらいだから、半兵衛ならできるだろう。よしよしよし。これ毎回援軍を多分、ね、言わないといけないっていうシステムだよね、これね。使い切りシステムだよね。おそらく。ちょっと詳しい人教えてください。その辺のシステムの詳細を。で、我々残された4人で何しようか。そうだね。なんか1ヶ月ぐらい開発でもしとくか我々。我々残されたメンツ3人で。なんか作っとくか。なんか1ヶ月ぐらいで終わりそうなやつ。村。2ヶ月か。1ヶ月ぐらいで終わりそうなやつないんですね。待つか。生還や。おいしくなった。ちょっとなんか、うまいこといかないな。効率、おっ直常様のような忠義のシーンを今の地位のままにさせておくは長松様の器量が受かる。松井あれか、半兵衛がいない隙にちょっとしゃしゃり出てきたな。よーし、直常武将ってことは300で武将にアップするのか。勲功300で俺には全くもってもったいないし、直常めっちゃ頑張ってるよお前。おあ、またあそこが焦るぞ。お左近と右近が左近と右近が今並び立ってたな。奇妙な空間だったな。魚津城あっちもあっちで争ってんのか。あ、で、このターンは来ない。やっぱ一回城に隣接してくらいじゃないと始まらないんだな。2800か。じゃあこのターンはちょっと守備に集中してもらうか、4人で打って出るのも怖いもんな。負けそう負けるってことはないだろうけど怖いわ。なんか葵は開発で、そうだな、建設しかないんだよな。ああ何もできねえのか。あ、そっか、葵何もできないから俺移動したのか葵は待ってもらおう。 KJ でそうだな、 KJ どうしよっかな。朝廷、あ、それ会員わしに任せてください。あ、これもらえるでしょ絶対。必ずや長松様の会員の情に得てまいります。もらいに行くか。もらっちゃおう。さあ、田舎侍が来てやったぞ。くれ。帝の御ためにより一層働けるよう我が主に新しき会に賜りたく。あ、うねめのすけ浅井殿によろしお伝え。これめっちゃ低いんじゃないめっちゃ低いやつじゃないですか。これどうやって見れるんだ。浅井家小八の城うねめのすけなんか石上がってんのかこれ。いややった、4上がったわ。維新がちょっとな、140じゃ30下がったか。4ですか、ちょっと低いね一番低いんじゃないですかね、もしかしたら。簡易、まあ無簡易よりはマシぐらいになったかな。もう一回 KJ には行ってもらわないといけないな。金がある城を点々と KJ に回ってもらって金をどんどん送ってもらおう。今5人揃っておる。半兵衛が戻るのは待ちたいな。あ、ここで移動できるじゃないか。ここで松井を、調子乗ってた松井を金ヶ崎に移動し、そうだな、で秀光呼び寄せちゃおうか。5人いた方がいいかな。こいつらも捉えたいっちゃ捉えたいよな。戻そう秀光行ったり来たり、すまんブラックですまん。秀光次のターンで俺たちは攻め込むぞ御所に。御所に攻め込むって言ったらやっぱ京都の事情に詳しそうな秀光を連れて行った方がいいだろう。であとは織田家の援軍ももらえるという完璧な状況。まさか金ヶ崎に援軍送ってこないよな信長はな。隣接してないから大丈夫だよな。よし、これで待とう。よーし、戻ったな半兵衛。あと少しだからといって気を緩めてないぞ。我が長松様は厳しいお方ゆえな。よく分かって。お、長森ちょっとブラックの気質ついてきたんじゃないか。お前取り立ててやるか今後。指導者側に、体制側に取り込んでいくか。引き分け。お、すげえ、どんどん攻め込むね。上杉も一応まだ粘ってんだな。まだ一応結構勢力は誇ってるか。よし来たな。2600人いれば大丈夫でしょう。兵力は互角だから城を有する我々が相手に不足なし。海保も久々の戦場だからな。あ、城が弱え。大丈夫かなこれ。城が弱え。いけるか。きよちゃん前に出した方がいいか。松井溝こんな感じか。正面から来るね。これは普通に弓をバンバン打ちまくれば大丈夫でしょう。鈴木が前面に来てくれたの嬉しいな。鈴木はかなり強いからこいつを沈めてさえしまえばあとは楽勝なんだ。よし、結構減らしてる。お、溝弓結構届くね。いいね。なんか能力値によるらしいね、弓の範囲ね。溝割といいじゃないか。お、後ろに回ろうとしてるが大将が前に出てきた。だが先に鈴木狙っていくか。捉えたいっていうのがあったな。鈴木狙い。こいつら一斉できるんだっけ。あ、一斉できねえんだ。守備兵だと自動で弓なんだな。それは痛いな。そうか、一斉できねえんだ。それ厳しいぞ。ちょっとどうしよう。引いた方がいいか。あ、逃げるな鈴木。あ、鈴木逃がしたな。一斉ができんのきついぞ。裏に回る。影のり弱いからまあ速攻で減らしとくか。海保の弓。おっ、弓光る。よし、これどんぐらいちょっと見えねえ。307。金曜ちゃんで殴るか。通常。捕まえるんじゃないか、これ。出したら。松井だいぶ食らってるね。ちょっと戻してあげたいな。通常で。こいつも対決するでしょ、このままいけば。96か。む金ヶ崎の城壁がこれほど登りにくいとは。割と低い方ですよ、金ヶ崎。捕まえに行けるな。行っちまうか、これ。松井、いけるのかお前。いや、ちょっと冒険すぎるか。マガラ、おお、いいね、マガラにクリティカル。これはでかい。あー、まあまあ。水をこっちだな。こいつはどんぐらい移動するんだろうな。ちょっと危険かもしれんが、行くか。私と同じ時代に来たことを後悔するがよい。松井そういうキャラなんだな。よし。ああ、振り切ったか。影のり捕まえてもしょうがないしな。きよちゃんで弓は打てんから、ちょっと松井の退路確保してやるか。これでちょっと、出張ってみるか。0。ああ、入ってくるね、入ってくるね。マガラを打っときたい。これ我々挟み撃ちにできるな。でも上兵だとあれなんだね。中入った方がいいかな、素直に。いや、後ろからついた方がいいよな。弓体に自動でなっちゃうのちょっと痛いね。一斉ができないんだな。耐久力15。よしよしよし。耐久力を持ってくれてるのが何気に嬉しいね。マーガラはこのターンでやれるか。もうちょいか。松井でここにつけば、きよちゃん殴りいくか。いやでも一斉食らうからな。弓打っとくか。一斉食らいたくない。よし、弓を結構減らしてる。0。さすがに総大将が結構残ってるが、直高を捉えたい。通常で直高って何人だ。そう、どの角度が一番よく見える。どの角度からもマガラが見えねえ。よいしょ。マガラがあと38。お、捕まえるじゃん、そんな。では松井の弓で捕まえるか。ふっ、やばい、毎回ふって言うんだな。弓で捕まえる。よし、あ、引いたか。そう、捕まえたかったな。二蔵が殴られちゃうからあれは一発で死ぬことはないか。大将、これで打って、きよちゃんで殴りに行く。よしよしよし。いいね、いいね。こいつ一斉で殴ってくるわけじゃない。ばらけてる、ばらけてる。ターゲットばらけてる。あ、こっからとこう殴れないか。そうか、そうか。松井で、来将も捕まえたいね。解放で殴る。よしよしよし。これキヨちゃんに捕まえれるでしょ。そう。来週の軍団の何ほどのものか。久々にキヨちゃんの戦場での活躍見たな。あー、全然捕まんねえな、このジジイども。もうちょっと頑張ってくれ。捕まえれてないぞ。お、攻め手の兵が減ることもあるのか。すげえな、こいつ乗り込んできたぞ。せっかくだから取り囲んで捕まえてやるか。二度と金ヶ崎に攻め込めないようにな。トラウマを与えて返すか。キヨちゃんに殴ったらもう倒しちゃいそう。まあ、いっか。弓にしとくか、弓。よしよしよし。ナイス調整。松井で仕留める。今で攻め立てよう。よし。あ、振り切った。嘘。この状況でまあまあ完封でしょう。誰も捕まんなかったが。ん？何してんのこいつ。同盟軍だからって不穏な動きすんなよ。どこに向かってんだこいつは。まさか御所に向かってんじゃねえだろうな、この大軍。この道筋、岐阜から出発してこの道筋、御所だよな。御所に行ってるよな、これな。我々が先んじていくか。今日はここまでだな。ちょっとオーバーしてしまった。